はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、アズリウスコントロールですね、になります。はい、まあ基本的に環境っていうのがまあ、回ってると思うんですよ。アグロにはまあアグロよりもね、サイズがでかいミッドレンジが強くて、まあミッドレンジはまあよりね、サイズのでかいコントロール、速度がないからコントロールに弱くて、でまあコントロールはミッドレンジに強くて、でアグロはまあ速度がね速い分で、コントロールに強いっていうのがあって、はい、で基本的に今の環境ミッドレンジ環境じゃないですか。はい、まあ黒タンだったりとかエスパーだったりとか色はいっぱいあると思うんですけど、ミッドレンジ環境であるということで、本来ならね、うん、本来ならこういうアゾコンみたいな、こういう純正コントロールって強いはずなんですよ。はい、じゃあなんで今の環境いないのよっていう話なんですが、まあ それは一人にね、今の環境のコントロールってフィニッシャーがないんですよね。はい、まあ一つ前の環境だったら、まあ夢さらいだったりとか、ん、夢さらいか、一つ前の環境だったらね、また別のやつだったか、二つ前だったら夢さらい、三つ前だったらドミナリアの英雄テフェリー、まあ四つ前か、みたいな感じで、まあ結構ね、フィニッシャーがいないっていう問題が今の環境につきまとってて、はい、まあそこに対して、じゃあ今の環境のフィニッシャー何よっていう話を見てたら、まあ、進行縛りの審判官が一番強いのかなということで、はい。このカード、まあ前の環境というか、イニストラード?どっちだったか忘れたんですけど、まあ、神話レアなんですが、これは、裏面がオーラだから、忘れた、いいや。うん。まあ、3マナ44スピリット兵士の防衛飛行警戒で、まあ、これの上にね、審判カウンターが2個以下だったら、こいつの上に1個置いて、3個以上だったら、防衛を持たないかのように攻撃ができますよってことで、はい。まあ、簡単に言うと、まあ、3マナ44の壁になりながら、まあ3ターンぐらい経ったら殴り始めれるよっていうカードなんですけど、まあ裏面がですね、エンチャントプレイヤーということで、アップキープ開始にこれの上に審判カウンター1個置くのと、その後これの上に3個以上審判カウンターがあったらエンチャントしているプレイヤーはこのゲームに敗北するよということで、はい。墓地から唱えて7マナ使った後3ターンでゲームに勝てるカードなんですよね。はい。まあもっと早くゲームに勝ってほしい気持ちはあるんですけど、まあそれはそうと、環境的には結構強いカードで、うん、まあ増殖とかそういうのがなくてカウンターが増やすこと自体はできないんですが、まあフィニッシャーの性能としてはそんなに悪くない状態かなと思います。で今の環境ってやっぱりベールのリアナだったりとかミッドレンジ環境ってことで一旦全部流した後、お互い全部流した後トップ勝負でっていうことが多くなると思うんですけど、そういうトップ勝負に対してめちゃくちゃ強いカードになってくれるのかなと思います。かつこのカードパワーとタフネスが44であるってことで、はい、相手の裏返った墓所の侵入者かと相打ちができるんですよね。はい、純粋にサイズが結構でかくてシェオドレッドぐらいはさすがに厳しいんですけど、はい、純粋にサイズがでかいことも相まって今の環境的には結構いい形にはなってくれるのかなと思います。はい、でかつね、まあカウンターとか多めに入れて、ドロソとかも多めに入れて、まあ全体除去も多めみたいな、そんな感じで今の環境でもしっかり戦えるのかなってことで、はい、まあこんな感じでデッキ組んできましたよということで、まあぜひとも見てほしいかなと思います。はい、というわけで、ここはちょっとした宣伝となっております。9月24日、土曜日ですね、もう1週間切りました。はい、に、私の、3周年記念 と、チャンネル登録者数6000人記念の、つまつや雑談配信の方をやろうかなと思っております。はい、ぜひともね、まあ、一応トツはね、VTuber の方だったりとか、まあ、YouTuber の方みたいな、こういう活動者に限った話にはなってしまうんですが、それでもですね、私とおしゃべりしたい方、ぜひ、一緒におしゃべりしましょう。はい、私もね、Twitter の DM、リプライ、あとは、まあ、こちらの動画のコメント欄あたりにね、トツに行きたいよっていう旨いただけましたら、まあ、私の Discord サーバーの方にご招待いたしますので、はい、よろしければ皆さん、ぜひ一緒におしゃべりしましょう。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は今んとこ8割だな、5戦4勝の8割ですね。はい、まあなんか7割5分ぐらいに落ち着くかなっていう気はします。今回結構先手が取れたのもありますし、アグロに当たりづらかったっていうのもあると思うんでね。はい、まあこの回有利不利については初感の方で解説していこうと思います。対戦の方へどうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、手札自体はすごく良さそうな気がしますね。先行なこともあって、まあ、戦いやすい手札かなとは思います。
2ターン目の動き、3ターン目の動き、まあ1ターン目にクリーチャーがポンって出てきてそのままゲームを終わらせるパターンだけはちょっと厳しいんですけどね。そのパターン臭いですね。お、1ターン目にはひっくり返らなかった。セーフセーフセーフ。どっかのタイミングでデルバーをしばくカードを引かなきゃいけないかなとは思います。てか相手は後でカウンター溜まるだけなんですよね。まあ土地自体は綺麗に溜まってはいるので、いやあと2ターンぐらいデルバーひっくり返んないことは前提になっちゃうかなとは思います。考慮考慮。はい、記憶の反乱、まあ国別は一旦相手の墓地を流せるカードではあるんですが、ただ青タンの場合はヒロイックと違ってカウンター結構多いんですよね。カウンターがめちゃくちゃ多い対面なので、そこだけちょっと注意はいるのかなっていう印象はありますけど。ターンもらって、オッケー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 。不在はいいですね。不在プラス書き消しが打てるようになったんで、そんなに悪い状態ではなくなったかなと思います。おお、デルバーもひっくり返んない。でかいでかいですね。まあ、ここ1点もらいましょう。まあ、記憶の反乱で、記憶の反乱は後で墓地からも打てるってことで、相手のね、カウンター2発消費させれるカードなんですよ。これどうしよっかな。フォローまで持っとくか。フォローまで持っておきます。セレスタス。これ、進行縛りの審問官も結構強そうな気がしますね。このままちょっとゆっくり、もうちょっとゆっくりしましょうか。で、そろそろひっくり返られても。あー、かわいそうに。かわいそうに。トレイリアの恐怖。スペルピアスだけがあれですけど、まあ、書き消しでいくか。書き消しで問題ないと思います。スペルピアスでもね、今なら全然大丈夫ですね。まあ、1点受けましょう。あー、土地いいですね。この対面で土地めちゃくちゃ引けてるのは、そんなに悪くないです。で、進行芝居の審問官が着地した時点で相手のデルバーがひっくり返ろうがあんまり問題はないので、このままもうちょっとゆっくりしていきましょうか。あとはどっかのタイミングでこいつ死んでほしいんですけどね。ええ、こいつが死んでくれるとありがたいので。あとどうしよっかな。ここで放浪を出して、今ボトム送ったっけ、どうだっけ、覚えてないんだよな。まあエンドでいっか。まだそんなに切羽詰まってるわけでもないですしね。そして永遠にひっくり返らないデルバー、あるあるなんですよねこれ。結構あるんですよね、デルバーひっくり返んないこと。まあ1点受けましょう。で、ジンにトンズラが当たるかどうかですね。まあカウンターならカウンターでいいです。書き消しはもう多分使えないかな。 OK、 トンズラ開いてくれましたね。まあこれは進行縛りでいきましょう。エンドで、ジン殴ってきた時にもう一回次はフォローで問題ないと思いましたが、書き消し見えちゃいましたね。ただこれ書き消し使わせればいいか。そうですね、書き消し使わせて、使わせて、あと1枚がトンズラかどうかだと思います。で、書き消しは受かってるんで、もう集団失踪で問題ないですね。 OKOK、向こうのカウンターがなくなりました。で、これ対戦相手投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手ですけど除去ができるハンドなんでキープでいいかなって気はしますね。相手はマリガンですか。ダブマリした。まあそういう時はリソースゲー押し付けに行くのが一番強いので、しっかりと相手のリソース減らしに行くことが一番だと思います。赤タン、まあ後手は引いてますけど審問官の体調とか強いところはいるんで、まあ一発除去打って、まあまず審判官からかなっていう気はしますね。あ、ボロス、なるほど。フェニックスのヒナもそんな怖くないですからね。まあちょっと放置しましょう。まあダブマリなんでね。相手も結構重いとは思いますけど、これは
熊野からかな。審判官を残したいんで、こっちからでいいと思います。で、まあ審判官フォローで動いてあげれば OK かなっていう気はしますね。おい、でこれ A 頑丈も引けたんで A 頑丈も普通に使うと思います。てかもしかして土地しか引いてないか。いや、フォローだけ引いてるから土地しかではないですね。選定された平和の番人、これフォローっていうと思います。まあ A 頑丈あるんでそんなに怖くない状態ですね。セレスタス早浮きしたいんですけど、セレスタス早浮きしちゃうとまあ A 頑丈打てなくなるんで一旦待ちかなと思います。一旦待って、まあセレスタスプラス A 頑丈で動けるタイミングまでは待っちゃっていいと思いますが、運命的不在を引けたんで出してよくなりました。はい、本当はね、あの A 頑丈だけ構える動きでよかったかなと思ったんですけど、まあこれは二点火力が飛んでくるよーって言ってますね。てかこれやるにしても、これされた時に裏目めちゃくちゃでかいんで、一旦ダメージは通してからだと思うんですよね。なんもないならこいつ生き残るんで、そうですね、まあ土地置いてエンドでいいでしょう。このルーターはまあ土地切って問題ないですね。あ、国別いいですね。絶対さっきのやつはね、ダメージ確定してからの方が良かったと思うので、ほい、まあ放浪がいますしね。ああ、ないのか。まあここだけブロックでいいかな。いやこっちいいや。ああ、軌道にも干す必要だったっけ。まあいいや。なら11トークンよりはしっかりと消してあげることの方が大事だと思います。いや A 頑丈で間に合うかなと思ったんですけどね。まあそれがないならないで別に問題はないので、これはフォローはもう使わないんで行きましょう。あとは、3ターンで勝ちですね。で、さすがにね、あんだけ手札ない状態からだと3ターンで負けないと思うんで、さすがにね、さすがに負けんと思うので、このままゆっくりやっていきましょう。まあ、盤面並んだら国別ありますしね。ほい。まあ、ドローと。この土地はいらないかな。あ、銀の精査いいですね。一旦これはがっつりドローしますか。次の動きも強くなるので、殴りましょう。まあさすがにね、後手とはいえ一割でダブマリですからね、さすがに負けんですよ。下手なことするよりは特別打ってあげていいかな。まあ全てのクリーチャーって言っておけばいいと思うので、ほい、さすがに勝ったかなと思います。ボロスカラーからフォンタンが16点飛ばしてくることないんで、自分の壊滅者、まあ、受けても問題ないんで受けましょう。次のターンはホールオーゲシでもいいです。そもそも勝ってましてね。はい、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先手、今日は結構先手引けますね。キープしましょう。まあメイド赤いの更新もありますし、記憶の反乱とか全体受験もあるんで全然綺麗な形になるかなと思います。黒ですね。これはどうしよっかな。相手の動き次第ですかね。すごい負け犬とかだったらメイド赤いで全然問題ないですし、まあこれはとっととメイド明かりで消してあげるのが強いと思います。ベリアナが来ても問題ないんですよ、現状。
今のところハンドの枚数的にベリアなくても問題ない状態なんで、まあ1個消せたのがでかいかなと思います。2回目来ましたね。どうしよっかな。あ、まあ2ゲートも引けたんでこれはこれでエンドでいいですかね。うん、まあ負け犬にはもうしばらく殴らせましょうか。あと6ターン分の猶予がありますからね。うん、まあ何もないのであれば2ゲートで問題ないです。銀行破りはどうしよっかな。まあ消したら消したですかね。2ゲートどちらかというと絶望将来に取っておきたいんですけど、まあでも初動のこいつには打っていいと思ってるんで、うん、ターンもらって、お、セレスタスいいですね。ならセレスタス置いときますか。で、向こう土地が積もれてないっぽいんで、4、ほい、なんもないのであれば銀の精査 X4 でいいですね。うん、土地が積もれるなら X5 で問題ないです。まあドロー、集団思想1枚落としますか。うん、たら、このタイミングでめちゃくちゃにドローしましょう。うん、シェオデレッドが来る前なんですよ。で、一応こっちにチェック入れとくと運命的具材でシェオルを落とせるんで、うん、あとでシェオルが来ても大丈夫です。絶望将来が一番嫌ですかね。うん、うん、まあ一番嫌だったところは来ましたけど、まあまあまあまだまだゲームはできますね。うん、3点ドロー、メインで置いて、これは一旦こっちでいいです。あー、土地いらないですね。まあエンドで問題ないでしょう。うん、もう一回できるんで、うーん、土地土地、まあ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 、一応リソース量向こうとこっちだとこっちの方が多いんで、うん、まだまだ全然ゲームはできますね。ほい、ベリアナには2ゲート当てときます。うん、もう1枚なんか来るかな。来ましたね。ならかき消し当てましょう。これで昼間になりますね。うん、ドローの、まあ、土地切りましょう。放浪を積もれたなら放浪でもいい気はする。ただ夜に変えるメリットもあるんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8、 いやまあでも4マナあるしこっち側でいっか。負け犬後々めんどくさいですからね。ならもうとっとと落としとくのがいいと思います。うん、エンドで、あとは絶望将来を避けるだけなんですよ、動きとして。でまあ墓地の侵入者は別に通ってもいいんで、うん、墓地の侵入者通してまあ記憶の反乱とかそっち側で動いてあげても問題ないのかな。まあ不在平地切りとかでも全然いいですしね。うん、ほい、まあ一旦ドローしましょうか。まあメイドあかりとフォローでいいかな。うん、これは、結構余裕あるので、ライフゲインもしたいので夜に変えます。うん。多分相手ダブルアクションしてくれると思うんで。で、まあ、さっきからめちゃくちゃドロソ打ちまくってるおかげで、手札いっぱいあるんですよ。不在とか打っても全然余裕あるぐらいには打てるんで。うん、いや、これはプレインズウォーカー処理できるようにしておきたいから、こっちの方がいいか。うん、ほい、まあ誤報はまあしますでましょう。うん、でまあダブルアクションしてくれると思うんでね、基本的にシェオルは放置です。連服を、うん、してくれましたね、ダブルアクションなら、まあ、シェードレッドをしばきます。
いや、ドローの方が良かったかな。記憶の反乱使う方が、マナーの効率的に良かったかな。そうですね。うん。記憶の反乱使ってあげる方が良かったと思います。これは、もう集団失踪いらないですね。で、まあ、トークン出して夜に変えてで問題ないと思います。で、この放浪は破壊されても問題ないので、うん。で、私のフィニッシャーはどこに行きましたかね。まあ、切り崩し、はいはいはい。私のフィニッシャーは一体いずこに行きましたかね。はい。なんなら国別も引いてないんですよね。うん。まあまあまあ、OK でしょう。7プラス2が構えれる状態ですか。そうですね。潜伏工作員は、顔殴ってくる可能性もありますし、放浪を縛いてくる可能性もありますしですね。うん。まあ、放浪を処理してくれるなら、それはそれで OK です。もう一枚ありますしね。うん。はい、ワンドロー。これは夜のまんまですかね。うん、まあダブルアクションしてこなさそうなんで夜のまんまっぽいですね。だから記憶の反乱で、あ、やっと引きましたね。特別撃ってあげてもいいけどな。いやでもわざわざ撃つ必要もないんですよね。うん、まああいつは倒してあげるで問題ないので、まあ不在持っときますか。うん、もうとっとと落とします。で、審判官はとっとと出していいので出しましょう。魂転移とかも、まあ審判官一応4枚ありますからね、あまり問題なく動けると思います。あー、てか活気質燃えたから全然いいです。うん、昼に変えるメリットがあるので一応昼に変えますか。あ、銀の精査いいですね。特別拾っときます。いやでもこっから先特別打つことには多分なんないので、これでいいか。うん、まあ、積もったカード大体何でも捨てるかなと思います。あ、まあまあまあ捨てていいですね。銀の精査まで入ったんで、また、リソース問題は何とでもなりそうな予感がします。ベリアナも放置でいいですね。マイナス打ってくれるなら打ってくれるでいいですし、プラス打ってくれるなら打ってくれるでいいんですよ。で、たとえここで、没収？侵入者が。侵入者が来ても特に問題ない状態なんで。で、これはもうとっとと張ります。で、潜伏工作員とか、まあ、8マナしかないんで、絶望将来が2発飛んでくることはないんですよ。うん、絶望将来が2発飛んでくることはないんで、まあ、これはちょっとゆっくりしてあげて問題ないと思います。で、ベリアナで捨てさせられても特に問題ないですからね。うん、まあ、もうちょっとゆっくりしてあげましょう。むしろ向こうのハンド消えるんで、こっちとしてありがたいとこではありますが、まあ特別ない全体除去1枚だけ欲しいかな。あとデッキ内に4枚か。これは、書き消しがいらないかな。うん、3点。まあ大体のことに対する対抗ができるので、シェオルも、ストロークよりは不在で取りたいかな。うん、い、そう、さっきまで言ってる通りベリアナ怖くないんで、潜伏工作員の方が打点上がりそうで怖いかな、どちらかというと。そうですね、銀の精査早めに切っちゃってもいいかもな。いやでも次のターンには絶対死なないんですよね。うん、まあ銀の精査 X4 ぐらいにしときますか。
うん、これで大体まあ死なないとは思うんで、あーいいですね、切っちゃうか。うん、とっととこいつ落とします。負け目ってこいつから殴られることだと思ってるんで、なんでまあ切っちゃって問題ないかなって気がしますね。うん、てか相手これあれかな、絶望将来2連打するために構えてる動きな気がするんですよね。これはもう審判官を捨てます。うん、なんもないならなんもないでいいですが、ベリアナもちょっと芝居ときたいんでね。でもう集団実装もいらないか。で、次のターンには勝ちって言っといて、相手に要求できるのが絶望将来2枚なんで、ここで勝ちですね。デッドゲーム、大佐ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたらわかる通りね、基本的にはまあ審判官の隊長の、まあ、キュートの審判とかでもいけるかなと思います。で、今回相手がダブマリしたっていうところあるんですけど、まあダブマリじゃなかったとしても、多分ライフ的には余裕持てたと思うので、まあ2本目のボロスですかね、に対しては、まあしっかり勝てた、まあ向こうがダブマリとかじゃなくてもなんとか勝てたんじゃないかなっていう気はします。はい。まあそれはそうと、まあ環境的に強い要素というか、審判官の強い要素っていうのが整ってて、黒って結局まあしつこい負け犬がパワー3ですし、まあ銀行破りとかね、その辺とかと相打ちするにしてはこいつは弱いカードではあるんですよね。しかも裏面で使われるし、みたいな形で。はい。まあ環境的に結構強い要素が多いのかなっていう気はしました。ただいくつかまあ問題点っていうのがあって、それが墓地メタ結構多いんですよね。うん。墓地メタが結構多い環境なので、そこだけちょっと注意は必要なのかなっていう気はします。はい。まあ相手はね、墓所の侵入者か、墓所の侵入者とかを除去してから出すだったりとか、もうあとはねこういう銀の精査とか打つタイミングだったりとか捨てるタイミングだったりとかしても、まあしっかりとねこいつが打てるタイミングっていうのを見計らいましょう。はい。そしてまあ黒タンとかにね結構有利がつくんですけど、それでもちょっと注意が必要なポイントがあって、絶望将来で割られるんですよ。はい。なので絶望将来で割られることをケアする動きっていうのは必要かなと思います。しっかりとカウンター構えれる状態出すだったりとかね、そういうのは結構大事かなって思いますね。ただ結構そういうのやりやすくて、まあセレッサスだったりとか記憶の反乱、銀の精査とかでめちゃくちゃ手札稼げるデッキなんですよ。でめちゃくちゃに手札稼げるデッキということで、ベールのリーダーとかにも結構強いところもありますし、何よりも土地を構えて7プラス2の動きをすることができるんですね、普通に。はい。まあ向こうのカードをね、一体複数交換っていうのは、まあ集団失踪国別のおかげでしやすい実機タイプではあるので、はい。なんでその辺だけしっかりしていきましょう。もともとね、このカードもまあ神話レアなことも含めて、もっと使ってあげたかったんですけど、まあさすがに前の環境はね、消失の宿みたいなカードがあって、さすがに無理だったということで、はい。まあお蔵入りしてたんですが、まあこの度ね、破壊カードも増えたということでね、まあ使いやすくなったと思いますし、まあ今の環境をほぼエンチャントに触るのが産業のタイタンと、まあ絶望将来の2択でしかなくて、でその2択だった場合にやっぱりこういうカードが強くなってくれると思うので、はい、まあカウンターとか刺さりやすいですしね、やつら。はい。そういうのもあって、まだまだ改良の余地もあったりとかしますし、除去の枚数配分だったりとかドロスの枚数配分とか、まあ、お好みで改良もできると思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは。